札幌市役所は地方公共団体である札幌市の執行機関としての事務を行う施設である。職員数は14,305人。地下1階は大食堂があり、職員はもちろん多くの市民も利用している。1階は島吉武の銅像があり、ロビーではコンサートが毎月1回程度の割合で開催される。十九階は展望回廊となっており、市民も 無料で入場することが可能。また、同じく19階にはかつて茶室があったが、現在は会議室等に改装されており、茶室があった面影はない。市民の間でも、かつて市役所に茶室があったことはあまりよく知られていない。1階南面には、庭園が整備されている。札幌市内各区には、下記の区役所が設置されている。2014年12月25日、札幌市は、 アイヌ施策課の複数の職員がアイヌに関する出版事業において完成談合の疑いがあると発表した。完成談合の疑いがあるのは札幌市アイヌ文化交流センターを紹介するパンフレット、アイヌ文様のタペストリーを紹介するパンフレット、市内の小学生に配布する人権啓発用のノートの作成業務。2003年度から組織的に行われていたという。 総額は約700万円。市は複数の職員が認めたことを受け、北海道警察に相談した。ありがとうございます。